出たか13分25秒切り。昨日行われました織田記念国際陸上競技大会、こちらですね、ザワ行ってまいりました。まあ広島在住ですから現地観戦いたしました。まあね、やはり一番の注目は男子 5000m グランプリ決勝、はい、エントリーしている旭化成第6の選手が13分25秒00、はい、このオリンピック参加標準記録を突破できたのかできなかったのかだと思います。もう早速ね、リザルト出しちゃいましょう。こちらです。どうでしょうか。まあ惜しくもですね、はい、オリンピック参加標準記録突破ならずと言ったいところなんですけども、しっかり日本人トップでゴールいたしました。はい、しかもね、この13分31秒56、まあ、悪くないですよね。あ、まあトップの釜石選手が13分24秒06、まあ、ぶっちゃけ言うともうちょっと外国人勢にはタイム頑張ってほしかったっていうのはあるんですけれども、この中でのやっぱ13分31秒56ね、はい、まあ、調子は悪くないんじゃないかなっていうのはやっぱありますよね。はい、まあ、昨年も森山幸太選手、この織田記念で13分31秒35出して、はい、まあ、同じようなタイムですよ。でそれから延岡で13分19秒62まで持ってきてるんで、まあ、これはこのステップとして、まあ、悪くない結果に終わったんじゃないかなと、はい、そうはまあ思いましたね。まあ、最後ね、あのスプリント 400m 測ったんですよ。第6の選手約60秒61秒ぐらいでしたね。はい、ここでもうちょっと58秒59秒で走ってくれればっていう、まあ、希望というか、あのよくですねあったんですけれども、まあまあまあそれでも13分31で回ってるんで、これ延岡にしっかりとつながる結果になったんじゃないかなと、じゃあ思いましたね。でも結構ね、あの上野雄一郎選手も調子良かったですね。一時はね、あの集団のっていうかトップを走るぐらいのね、はい、やる気見せまして、上野選手も13分34秒52、去年とほとんど変わらない、シーズンベストがね変わらないですし、やっぱ市田孝選手もやっぱ乗ってるんですかね。いや走りに勢いありましたんで、これも多分昨年の延岡を上回るタイムですよね。はい、これもね期待できるなっていうのがやっぱありましたね。まあ鎧塚選手、鎧塚選手はちょっとやはりまあ調整でしょうね、これ。はい、まあまだまだピーキング、はい、見てるのかなって感じありましたけど、やはり鎧塚選手、まあここの写真見てもらえば分かると思うんですけれども、やはり花がありますよ。サブグラウンドで立ってるだけでここまでの花がある選手っていうのはね、やはりなかなか、さすが、はい、1万メートルオリンピックのね、はい、派遣設定記録を突破してるだけあるなっていうのがねありますね。まあまあ延岡ですよ、期待はね、はい、延岡に持ち越されたわけですけれども、これ本当延岡、まあ、レースの展開次第ではね、まあ、絶対狙ってくるんで、はい、あると思いますよね。まあちょっと古いですけど、あると思います。言いたいですね。はい。まあまあ、今もトラックシーズンね、真っ只中、全国各地でね、トラック、まあ、記録会も含め行われております。じゃあね、しっかりとこちら追ってですね、応援していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ザワチャンネルでした。いや、その後、ノングランプリも行われまして、なんと、真浦選手と西岡選手、倉敷高校がワンツーフィニッシュ。すごいですよね。そしてあの、ジュニアのね、西日本ジュニアの 5000m では、前田選手が優勝、そして、宇根選手が4位と。いや、ほんとね、今年のね、倉敷高校も、ちょっと侮れないなっていうのはやっぱありますよね。世羅最強、頑張れ。